はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゴロでございます。ということでスケピー活動4試合目ということでね、やっていきたいと思います。今のとこなんと5本シュート決めているゴロでございます。ということでね、1日10本決まってバッシュを買おう企画中でございます。個人的な企画でございます。さあ、先々週3週間前も9本決めてあと一歩届かずというところだったんですけど、今回は3試合目までで5本決めてるんでね、なかなか珍しくハイペース。さあ10本いくんでしょうか。中国はね、もうすぐあの大型連休のね、春節に入りますからね。今日の配信は2月の8日になってますんで、もうなんとなく街中では休み前のざわざわした感じでございます。意外とね、春節はあのどこにも行かずに意外と仕事を入れてるケースがあの毎年多くて、というのは、まあ、比較的、まあ、今特にそうなんですけど、比較的あの自由にあの休み取れたりっていうか、休み あるようなないような感じなんで、まあ、あえてフライト代が高くて混んでる春節に動く必要性が今のところ全くなくてですね、なので日本向けの営業を春節はひたすらやろうかなと、あとコンテンツ作りやっていこうかなと。昨日はそうまた全然話変わりますけども、ちょっとワイン会がありまして、久しぶりに比較的に面白かったんですけど、なんかたまたまちょっと遅れたっていうか、時間には間に合ったんですけど、結構始まる直前に着いたっていうこともあって、まあ、一番端っこの席に座ったんですけど、遠慮してさすがに真ん中はちょっとなんか嫌だなっていうか、結構そういう時端っこに座るタイプなんですけど、じゃあたまたまその僕が座った周りが女子ばっかりになったというねそんでなんか別に僕は意図してやってるわけではないんです。まあもともと女子がいたとこに座ったわけじゃないんでそれを見てたあのパイセンに怒られましてなんでお前を女子の方に座るんだって、いやっていうねまあ冗談ですけども、そんな会がありまして、意外と面白かったワイン会でございましたおっとドクター J 決める。なので春節中は意外と暇なんですけど、これ、まあ、昨日ワイン家だった方もそうだったんですけど、まあ、この時期になると春節何やってんのみたいな話になって、いや特にどこにも行かないんでっていう人たちとの、ね、飲み会が結構結成されることが意外と多くて、毎年それが通常仲良くて飲んでる人たちとはまたちょっと違うタイプの方と出会う機会が非常に春節飲み会は多いんでですね、意外とそういう楽しみ方はあるんじゃないかなと個人的に思っている次第でございます。さあバスケの話は一切しておりませんが、この試合1本決めときたいね。で4試合目で6本までいけばね、結構見えてくるんで、この試合はちょっとキーかなと思っている次第でございます。さあ1本決められるのか、さあ1本決められるんでしょうか。さあさあ、あ惜しい。そうなので、まあ、上海に住んでると、まあ、1月1日のお正月とこのいわゆる春節、まあ、旧正月ね、まあ、大体2月の頭ぐらいにありますけど、2回正月があるっていうね。なので忘年会みたいな、もうなんかそうなんですよね、12、1、2ってもうひたすらなんか飲み会が比較的多い。まあでも言ってる言う割にはそんなに、まあ、僕も週2回ぐらいしか今入れてないんでですね、そうなので言うほど、まあ、家では飲んでるんですけどね、そうさあこの試合決められるんでしょうかということでね、最近ブルーロックっていうねアニメをSKP のメンバーに紹介してもらって、まあ、サッカーのアニメなんですけど、これはね結構面白い
結構面白いよ。おっとナイス、あナイス、あリピート入った。ここでピックいって体入れてハイポスト、ああいう体の使い方するんだな動画で学ぶバスケ教室ということでね。そうブルーロックはサッカーのアニメなんですけど、まあ、あのねこれネタバレになっちゃうんであんま言わない方がいいんですけど、アニメまだ第1期しかね出てないんでね、第2期見たいね早く。さあ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 1本決めたいぞこの試合。おノーマーク来た、ああちょっと入ったかと思った。さあ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 、なんかでもまあスラダンがあるからバスケ漫画って書きにくいんでしょうね、なんかその後まあアヒルの空とかありましたけどね、ぜひなんか新しいバスケ漫画ちょっと誰かチャレンジしてほしいな。まあこんだけね今ねバスケブームちょっと来ようとしてる、まあ むしろもう来てるのかもしれないですけど、ここでバスケ漫画出してほしいな何か。さあ1本決めたい、残すとこあと1分少々。さあ1本決めときたいぞ。さあきた、あー惜しい、もう一丁もう一丁きた、あー体曲がってる、あー今のがラストチャンスだったか。おっとドクター J に決められる、まずい、時間がない、残すとこ30秒。あなんか止まっ、ラストプレーか、ラストプレー来た、打てない、遠くて打てなかったなあれ、来た、あー戻す、来た、ラスト、おお決めて終わるということで、この試合ゼロ